チ日記が結構作成が進んできていて、それをもう少しで出せる。大学に着きましょう。今日も最高の一日でした。私はおはようございます。三条期大学生です。仕事で緊急で対応しないといけないことができて、夜中の1時半から今朝3時ぐらいなんですけど対応しています。早めに終わらせます。おはようございます。現在朝の8時となっております。朝7時半に起きて絶望してます。仕事の方で不具合が発生してっていうのが直すのに結構時間かかって、もともとほんまにちょろっといじって終わりっていう感じだったんですけど、いろいろ不具合が発生してもう一から作り直すっていうことで、夜中の12時から朝の4時ぐらいまでガーってやってました。で今日の朝コーチングがあったんですよ。今週1で受けてるんですけど、めっちゃ楽しみにしてて、毎週バリ楽しいんですよ。やったらテンション上がって自分のやるべきこと見える、自分の進捗も確認できて、しかも今週やったらいろいろ進んだりしてたから、そこの部分を共有できたりするのがすごい嬉しかったんですよ。早く自慢したい、褒めてもらいたいみたいな、ほんまに子供みたいな考えですけど、もうそのコーチの人とはもう1年半ぐらいずっとやってきてるんで、最近やっとちょっとずついい感じになってきて、その報告ができるって思ってて、でアラームをコーチング7時からなんですけど5時半に設定して、6時ぐらいにここ出てコワーキングついて、そこでコーチング受けてしっかりやろうと思ってたんですけど、うまいこといかず、そこがマジで絶望していて、で起きたらもう7時半やったんですよ。うわやばいって、あんな楽しみにしてたものやってもたみたいな。コーチの人にもマジで申し訳ないってなって、でさっきどうしようってなって下降りて謝罪動画撮ってきて、それ送って、でこういう流れで本当にすいませんでしたみたいな。でまあ今日の午後か明日になると思うんですけど、今日も一日も引きこもっとこうかなってもう考えました。一瞬もう漫画喫茶おって、でもそんなことしても現状は好転しないし、まあ気持ちはちょっと上がって心は落ち着くかもしれないけど、現実逃避に近いから、なんか今のタイミングではないなみたいな。このタイミングで漫画読んどっても申し訳なくなるんで、なんか受験期やのに勉強サボりながら漫画喫茶行ったりしてるような感覚なんで、まあまずゼロ秒思考でやるべきことをまとめて、で自分の思考を落ち着かしてタスク管理のアプリバーって入れ込んでいって、あとはもうこれをやるだけっていう感じなんですけど、だからまずは0秒思考して、下で、でその後頭坊主して、でこの時に一回悲しい自分とお別れできるんで、坊主することによってなんか新しい自分に毎日生まれ変わってる感じがするので、でそっからの動きはまあコワーキング行くのか、またまたどっかのところでやるのか、またちょっと考えていきたいなって思ってます。まあここで引きこもらずに動き出すっていうことが大切なんじゃないかなと思ってます。客観的に見てもね、今まだ朝の8時なんで、そこまで大きく絶望するようなことでは普通の人だったらないと思うんですけど、僕の場合はもう朝3時起きれてないし、コーチングミスったっていうのでもうバリ絶望なんですけど、どんだけコンディションが悪い中でも動き出したことが実際のその人の成果だし結果だしっていうところがあると思うので、今日も動いていきたいなと思います。切り替えていきます。音楽ガンガンにかけて、イヤホンつけて、ガンガンにテンション上げて動いていきます。レッツゴー。ポーズして気合入れ直します。本日は雨なので電車で移動します。はい、今からご飯食べに行きます。カルピョン、今日はどこ行くんですか？ピザ。ピザ？こちらにピースください。最高。じゃあまずか外しときよ。てるちゃんもピースください。行きましょう。カバーイス。今日も最高の一日でした。また明日。おはようございます。あかん、最近生活リズム乱れてます。ちゃんとやり直します。ちくしょう、切り替えていきます。レッツゴー。
今から仕事の営業一件行っていきます。レッツゴー。一日が終わります。この時間でやったらもうやること全部終わってるから。今から YouTube の撮影していきたいなと思います。レッツゴー。はい、本日はですね、江南大学の文化祭があるのでそちらへ向かおうと思います。レッツゴー。何されてるんですか？今日も最高の一日でした。また明日。フレンチのコースのようにですね、今回のテーマを持って、脱炭素というと僕の中で経営にはやっぱり志って深い。寝坊した。はい、帰ってきました。イエス、今日で1週間が終わりました。ふう、結構長い1週間でした。今週のルーティンはなんかぐちゃぐちゃやった感じがします。ちょっとルーティンが乱れてしまって、そこをまだ直しきれずっていう感じでしたね。まあやっぱりこういう時出そうかどうか悩むんですよ、動画も。やっぱりできるだけいいとこだけ見せたいっていう気持ちも少なからずあるから。でもこういう時もあったんだよっていうのをしっかりと残せることが重要なんじゃないかなと思います。また来週からもう一回頑張り直していくので、これからも応援よろしくお願いします。そしてオンラインサロンの方が進んできたりとか、動画の方とかショート動画の新しい道筋が見えたりっていう形で、まあ諦めずに、絶対に僕は達成するまで諦めないし、どれだけ時間かかろうと、どんなことが起きようと一切諦めることはないので、応援よろしくお願いします。絶対に叶えてみせます。皆さんも一緒にぶち上げましょう。今日も最高の一日でした。また明日、バイ。